子どもは国の宝です。子どもの笑顔あふれる国を作りたい、これが私の思いです。第一に若い世代の所得を増やすこと。お金的に例えば結婚していてこれから子育てできるのかというイメージが全くわからなくて、岸田政権の最重要課題は賃上げです。若い世代の所得向上を実現します。第二、社会全体の構造や意識を変えること。医療費を無料にしてもらうとかそういうようなことはありがたいんですけど、気軽にこう相談ができるような場所、住民の方の特技を生かしてその方ができることを何か子どもたちに提供して、社会全体の意識変えないと。皆が参加し社会構造意識を変えていく。妻にちょっとやっぱりどうしてもこう育児を任せる時間が多くなってですね、会社の中で残業しない日を作ろうとかそういったことはやっていただいてるんですけども、男性の育休取得率の政府目標を大幅に引き上げて、自分が抜けたら誰かが代わりに入らないと、応援手当など育休を促進する体制整備を行う企業に対する支援。25ぐらいには結婚して子供がいるのかなぐらいで思ってたんですけど、実際やっぱ仕事についてしまうと、育児休業制度自体を充実させます。男女で育休を取得した場合の給付率を手取り10割に引き上げます。夫婦で育児家事を分担し、キャリア形成や所得の減少への影響を少なくできるようにします。そして第3に、全ての子育て世帯をライフステージに応じて切れ目なく支援すること。初めての子育てなので、もう分からないこととか不安なことばかりで、従来支援メニューは当事者からの申請に基づいて提供されてきました。行政が切れ目なく伴走する、あるいは支援を要する方々に行政からアプローチする形に転換してまいります。内閣総理大臣として時間との戦いとなっている少子化問題に先頭に立って全力で取り組んでまいります。